北京大学のですね、アニメ研っていうのがあってですね、このアニメ研の人数だけで600人いるそうなんですね。俺らそんなの聞いたことないですよね。600人って言ったら、第6回か第7回の日本 SF 大会の人数と同じでですね、多分昭和40年代、日本中のアニメファン集めてもそれぐらいしかいなかったんですね。それが北京大学っていう、あの中国最大のインテリ層の、ですね、で、おまけに北京大学に行くような人たちですから、勉強できるだけではなくて、エリート候補なわけですね。産業界とかですね、あのビジネス界全体のエリート層として期待されて、中国中の田舎とか都会からガーッと北京に集まってくるわけですね。家の誇りとか 名誉とかですね、一族とかですね、あと地方地方のですね、期待というのを背負って北京に来て、北京大学に行ったら何を間違えたかアニメにハマってしまってですね、今やビデオ流出事件とかで日中関係が怪しくなっているところなのに、日本人の講演に聞きに来るというですね、これあの後でドミノさんに聞いたんですけども、実はあの事件が、あのいわゆる、尖閣諸島事件が起こって、ありとあらゆるですね、中国で日本との文化交流が全面的にほぼストップしてしまったと。でコンサートとかも全部中止になりましたよね。でそれ以降初めて行われた日本人の文化交流だそうですね。でそれぐらい北京大学はそれをやりたがってるし、あと北京大学っていうとこ自体が実はその中国の中でエリートばっかり集まってるから、体制万歳、中国共産党万歳の組織なのか、そうではなくて、かなり過激な学生運動の拠点でもあると思うんですね。だから政府としてもガンダムの富の宗教を見たいという学生の声を抑えてしまってはまた暴動になるというふうに考えた。本当におそらくそう考えたんですよ。それのおかげでですね、あの富野さんの講演の時にはですね、何か挙動不審なですね、ここあの背広のですね、ここら辺が盛り上がってる感じのですね、人が SP みたいな感じでこうついてたそうなんでですね、なかなか面白いなと思いました。他の大学でもですね、アニメ研っていうと大体数百人規模だそうです。つまり中国ではですね、今エリート層が行く大学が学生数数万人規模になってきて、でその中でアニメ研っていうのが数百人、だから北京大学400人、4万人のうちアニメ研が600人ってすごいですよね。あの北京大学の人口の 1.5% がアニメ研に入ってるってことなんですよね。そんなの聞いたことがないですよ。日本でも一番アニメや漫画が盛んだった1980年代後半から90年代入りかけぐらいの時ですね、その時代でもですね、大学の人数の 1% が漫研アニメ研に入るなんてことは僕は聞いたことがないんですけども、漫研アニメ研に入るってことはイコール日本文化に対して僕たちは好きですって宣言してるようなもんだから、ある種それを北京で宣言するのは危ないことだと僕は思うんですけども、危険を落としてまで入ってくるし、あと熱心に富野さんの講演を聞きに来る学生がそんなにいる、アニメ研がそんなに存在してるってことをびっくりしました。中国人の大学がまあそういう感じだそうです。今漫研アニメ研に人がわんさか入っている状態 でこれを見て富野さんは何か変わりつつあるというふうに考えたそうです。まず一つ言えるのは、中国ではですね、富野義行のガンダムにしろ、あの海のトリトンにしろ、ザンボットにしろ、イデオンにしろ、どの作品も一度もオンエアされたことがないんですね。で、どの作品も DVD もビデオも売られたことがないはずなんですよ。ところが、その北京大学のその講演会に来てくる600人の一般公開のですね、講座なわけですね。だから大学外の人も来てるんですけど、その人たちは全員ガンダムを知ってるし、ガンダムを見ているし、富野義行という人が目当てで来てるんですね。変な話なんですよ。もし中国が本当に、あの世間で言われているように、マスコミで言われているように、言論統制が取れていたり、中国共産党によって情報統制がされていたら、富野義行の名前を知ってるはずがないし、もし名前を知ってたとしても、それを映像で見てるはずがないんです。でも、もうほとんど来てるやつは全員見てるし、ガンダム通して見たやつばっかりなんですね。で、富野さんは、それであの言論統制というのは、ああなんかやってるって言っても実はもうそれが成立してないんだなっていう考えだそうです。中国はまだネットに関しては抑圧してると、その抑圧はあるでしょうし、国家による制限はあるんでしょうけれども、完全な抑圧なんかできるものではないっていうのがこの位置でわかります。おそらく世界で一番厳しい監視下ですね。あの北朝鮮とかもっと厳しいでしょうけど、北朝鮮はそれ以前にパソコンとかそういうものの絶対数が少ないですから、ある程度豊富にある国でですね、でかなり国が制限してるはずなのに、もう国民に隠せなくなってる、抑えられなくなってる。で、諸外国に対しては中国共産党が情報統制してるんだぞっていう、あの、ジェスチャーとは言わないですけども、そういう虚勢だけを張ってる状態にじわじわとなりつつあるんだなっていうのを僕が富野さんの講演を聞いて感じました。